はい、皆さんこんにちは、加用まりのでございます。今日はですね、キャッシュレス法案と民事裁判 IT 化の2本立てでね、お話をしたいと思うんですが、まずキャッシュレス法案ですね。これ今までね、行政手数料であったりとか、交通違反反則金、それから車検パスポートなどはですね、現金で、納付をしていたみたいな事実があったんですけれども、今回でこの法案を、通してですね、今後、クレジットカードで納付をしていけるようにしようみたいなね、話があります。で、行政手数料というのはですね、私たち司法書士でいうとですね、不動産登記でかかる登録免許税のことであったりとか、それからね、まあ登記簿謄本取る時のね、印紙代、住民票取る時のね、手数料とか、こういったですね、ものに関してクレジットカードで納付できるようにするということになりました。で、今までね、税金だったり年金とかっていうのは、クレジットカードでね、納付もできてたんですが、これはそれぞれのですね、自治体が根拠を作ってですね、納付できるようにしていたんですが、今回このキャッシュレス法案というのが施行された後はですね、各管轄省庁が省令で定めることによって、それぞれキャッシュレスとして、キャッシュレス、まあ、クレジットカードの納付などなどを導入していくということで、あります。はい、その大元となる法案というのが、まあ、通過する見込みとなっています。で、この他にもですね、行政手数料の他にも、年間で1万件以上の支払い件数がある、手続き手数料なんかに関しても、キャッシュレス化を、していくというふうに、なっておりますね。登録免許税を、クレジットカードで払えるというのは、これはなかなかいいなというふうに、思いました。というのはですね、まあ、これはもういくら言っても変わらないことだと思うんですけれども、登録免許税の立て替え問題ってすごいあったんですよ。新人の司法書士にとってはですね、現金がない中で登録免許税立て替えるときにどうするかって言ったら、皆さんね、その場の免許税立て替えるために、消費者金融から借金してまでも、立て替える人って本当にいるんですね。それはやっぱり、これ業界の、慣習みたいなもので、免許税は司法書士が先に立て替えて後でお客さんに請求するみたいなね、商業登記なんか特にそうですけどあって、これ本当に新人にとっては辛いですね。で、これで、じゃあお客さんに先にね、くださいって言ったら、他の司法書士は後払いだったけどみたいな話とかされちゃったら、とても困るわけで、新人の方はね、本当にお金を集めて、でも先払いをしているみたいなね、実はそういう話もある中で、これクレジットカードで払えるようになればね、まだいいんじゃないかなと思いました。本当はね、司法書士が立て替えるんじゃなくて、不動産の、ね、固定資産税みたいに、その登記をしたですね、申請した、株式会社に、翌年とかでね、納税通知が行くとかの方がいいんですけれども、まあ実際そこは多分変わらないと思うので、まあ、クレジットカードで納付できるようになるっていうのはまたいいんじゃないかなと思います。まあ、一方で、免許税って結構現金でもらったり振り込みでもらったりするんで、増えたような気になってね、なんていうの、クレジットカード、で払ってからなんかバンバンね、その現金使っちゃって、翌日月の、ね、クレジットカード引き落とせないみたいな、横領じゃないですけど使い込み、みたいなのが、結構あるんじゃないかっていう懸念も実はありますけれども、まあ、いずれにしてもこの皆さんがですね、便利になるっていうのは、これはすごくいいことだと思います。行政手数料ですね、登録免許税なんかは令和6年から、交通違反反則金も令和6年から、車検パスポートに関しては令和4年ということで、今年ですね、に、施行されるということですので、これすごく、ね、いいニュースだなと思いました。はい、で、次、民事裁判 IT 化ですね。これも、今進められていまして、証拠とかね、膨大な数ありますけど、今までね、ファックスとか郵送で、それから持参で、とにかく紙ベースで、提出していたものがですね、とあるシステムにアップロードするだけで、いけるようになるということで、これすごい便利になるなと思いました。弁護士や裁判官がね、時間場所問わず、証拠を閲覧できるというのは、これは素晴らしいことだと思います。で、それから訴状とかも、原則ですね、まあ、こうオンライン、書面は電子化して、送信するということに、なるそうです。これはですね、弁護士は、これが今後義務になってくるそうです。ただ一般人に関してはですね、憲法で保障された裁判を受ける権利というものがありますから、これを考慮してですね、書面でもいいよというふうに、することになりました。義務にはなっていないということなんですが、弁護士に関しては義務になっているということですので、まあ、証拠訴状すべて、ね、電子化になっていくんじゃないかと思います。それから、まあ、提訴から判決までもすべてオンラインで完結させるということで、証人尋問とかね、口頭、ね、そういった口頭弁論とかそうですけれども、証人尋問とかね、
そういった期日に関してもウェブ会議でね、すべて実施するということですので、これはかなりで、賛否両論実はあって、承認尋問までウェブってどうなんだっていうのがあって、結構承認尋問ってその時その時のこう空気とか、の感じ取りながらね進めていくみたいな気質のものでもあるそうなんですね。まあ刑事事件じゃないですけど、嘘ついてないかとか信用できるのかとか、そういうのも含めてやっぱりそこに連れてくるっていうことが本当はねポイントもあるので、ウェブ会議上で承認尋問ってどうなんだろうねみたいな、まあ実は話もあるんですけれども、まあいずれにしてもですね、アメリカであったり韓国っていうのはこういった民事裁判 IT 化っていうのはもうね、出来上がって運用されているわけなんですね。それがところが日本ではですね、まあ、刑事事件もそうですね、可視化まだまだされていない、それからこういったですね民事裁判 IT 化っていうのもこれからやっていく、これね司法がね日本っていうのは他の国よりも遅れてるというふうにね昔から言われてますけど、まさにその通りだと思います。この後に及んでですね IT 化がされていないってことがもう不思議でならないなと思うんですけれども、これはですね日本の行政のですね隠蔽体質っていうのを私は表しているというふうに思っています。司法権のですね行使というのをですね簡単にさせる、つまりね皆さんに司法権の行使を簡単にする、司法を開放することによって不利益を受けるというのは行政であったり国だったりなんですよね。大きな力を持つ組織なわけです。不正が暴かれやすくなったりとか、そういった各地でね訴訟が起こされることによって巨大な権力というのは、これまでもね、当然困ってきた経験もあり、まあ、それってまあ全てアメリカの例に習ってるわけなんですけれども、こういった、司法権の行使というのを簡単に認めないことによって、不正というのは暴かれづらくなっていた、これいった、隠蔽体質というのが、今日の日本のですね裁判 IT 化の遅れに反映されているんじゃないかと私は思っています。ただ国際社会からもですね当然、このような、司法の運営はどうなんだというね批判、多く受けて、やっと思い越しを上げてサイバー IT 化を始めたと。ただ、その体質というのは変わることはありませんから、どうせね利用しづらい裁判制度なんだろうなというような気はしております。はい、電子署名なんかもそうですね、本当に一般人にね、オンラインで何かを取得させると言っても電子署名ないといけないって言って、電子署名ってみんながね会員登録して作れるものじゃないんですよ。実際にね役所に行って本人確認とかをねした上で、なんか年間維持費がいくらかかるみたいな電子署名作ってわざわざと普及させてないんじゃないかと私は思っているぐらいです。はい、なのでねこういった体質っていうのはこれからも、まあ、変わっていかないと思うんですけれども、国際社会とかの、まあ、流れに、まあ、仕方なく、従ってきたというところで、今回 IT 化になったというところだと思います。でもこれは、ね、皆さんが利用すればどん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 便利なものになっていくと思いますから、これどんどん利用してですね皆さんのこう元にですね皆さんの手にこう司法っていうのをこうなんかなんていうのかな、司法権行使を簡単に、ねするような社会にしていただきたいなというふうに思っています。まあ、一方なんかなんていうのかな、この民事裁判 IT 化に関しては裁判の乱用が増えるから簡単にその裁判をさせるような環境を作るべきじゃないみたいなバカなことを言ってる弁護士とかもいるんですけど、それはやっぱり間違いなわけですから、私はですねこれはどんどん、皆さんの手に一般の方にですね司法っていうのは開放していくべきだと思いますので、どんどんね進んでいけばいいなと願っております。はい、そんな感じで皆さん今日はですねキャッシュレス法案と民事裁判 IT 化に関してですね、お話をさせていただきました。司法改革の失敗なんかでね変な弁護士がたくさん、増えてしまった、食えないと言われる弁護士が増えてしまったわけなんですけれども、これによってですね、どんどん裁判が増えていけばですね、この司法改革で増やしすぎてしまった弁護士の出番というのも、あるんじゃないかと私は思っておりますので、とにかくね普及すればいいなと思います。そんな感じで皆さん今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。